ピオトル・ウグルモフ、ピオトル・ウグルモフは、ラトビア、リガ出身の元自転車競技選手。自転車競技関連雑誌等では、ピョートル・ウグルモフという表記を一般的に用いていた。ソビエート連邦時代の1984年、ベビージロで、総合優勝。1986年には、ディミトリコ・ニシセフラを破って、ソ連邦選手権、個人ロードレースを制した。ソ連の崩壊と、自国。 ラトビアの独立が実現する2年前の1989年、イタリアのアルファルムと契約を結んで、プロに転向。ティレイのアドリアティコ第4ステージを制した。1991年、ブエルタシクリスタ・アストリアス総合優勝。そして、メカイル・バンランに移籍した1993年に、一躍その名を挙げることになる。エウスカル・ビシクレタで、総合優勝を果たし、 その後参加したジロディイタリアでは、第19ステージの個人タイムトライアルにおいて、ミゲル・インドラインに次ぐ2位に入ったほか、もはや勝負は決まったかと思われた。さらに1994年のツールド・フランスでは、第18及び ITT の第19ステージを連勝し、総合4連覇を達成したインドラインに5分39秒差の2位と、検討。ほぼ終盤だけながらも、 ここでもイングラインを苦しめた。そして1995年のジロでイタリアでも総合3位に食い込んだ。ところがチームメイトのエフゲニー・ベルズインも1994年のジロでイタリアでイングラインを破る総合優勝を挙げたためエース争いによる確執が激化。結局エースの座を確立したベルズインから追い落とされる形になりロスロットチームに移籍した。 その後も、1996年のジロで、イタリア総合4位、同年のツールドフランス総合7位と検討したが、1999年、現役を引退した。グランツールにおいては前半戦では力をセーブし、後半の山岳ステージで、集中的にアタックを仕掛ける戦法を取ることが多かった。疲労の蓄積する後半戦で仕掛けた方が、 アタックも成功しやすく、前半戦で力を使い果たした選手が順位を落とすため、最終的に順位を上げることができるという考えに基づいている。事実、1993年のジロでイタリアでは、最終日前日の最後の山岳でインドラインに肉迫し、1994年のツールドフランスでも、山岳ステージ最後の3日間で9位から一気に2位にまで順位を上げている。 ありがとうございます。